ルイ、何をしているのですか？神竜様、特にこれといった特別なことはしていませんよ。ただ遠くから女の子たちが会話しているのを静かに眺めているだけです。それは何のためにですか？何のため？難しい問題ですね。ある種哲学的な問いとも言えます。ですが、そうですね、強いて答えるなら僕の幸せのためでしょうか。女の子たちが会話しているのを見るのが好きということですか？はい、大好きです。近寄らず、会話に参加もせず、もちろん触れることも絶対にありません。ただ遠くから静かに眺めるだけです。これはいけないことでしょうか？多分ダメなことだと思います。法に触れずともダメなことはありますから。もし彼女たちが嫌がったのならすぐにやめてくださいね。もちろんです、神竜様。僕だって彼女たちを不快な気持ちにはさせたくありませんから。それを聞けて安心しました。ではほどほどに。はい、神竜様、ご心配をおかけして申し訳ありませんでした。こんにちは。神竜様。女の子たちの会話を眺めている最中ですか？邪魔ならすぐに立ち去りますね。大丈夫ですよ。今は家族のことを思い出していたのです。故郷に残した三人の弟たちのことを。弟ということはルイはお兄さんなのですね。はい、四人兄弟の長男です。そうですか、長男は何かと大変ですよね。確かに大変だったかもしれません。母親が早くに亡くなったので、弟たちの面倒は僕が見ていましたから。でもみんな可愛い弟です。大変でしたが、なんとか乗り切れましたよ。その時のお世話の経験が、騎士の仕事にも生かされていたりするのかもしれませんね。確かに、おかげで簡単なことでは動じなくなりました。ですがそれで言うと、僕の趣味もその環境が影響しているのかも。趣味？どこを向いても男ばかりの環境で育ったので、女の子の集まりを見るのが好きなのかもしれません。ね、もしかしてルイの弟たちも同じような趣味をお持ちなのですか？弟たちはそんな素振り一切ありませんね。ならばルイの趣味は
育った環境とは関係ないのでは。謎が深まりましたね。ありがとうございます、神龍様。助かりました。弟たちへの贈り物はいつも目移りしてしまって、僕だけでは選べませんでしたから。いえ、私は何も。ルイからの贈り物でしたら、きっと何でも喜んでくれるはずですよ。それで、お手紙の方は？贈り物と一緒に送るのですよね。そのつもりだったのですが、手紙はやめておこうかなと。どうしてですか？しばらく故郷に戻れそうにないので、せめて贈り物と手紙くらいは送りたい、そう思ったのですが、いざ書くとなるとなかなか筆が進まなくて。なら内容なんて気にせず、気持ちのままに書いてみればいいと思います。気持ちのまま。僕は元気だ、そっちも元気か、とか、そんな他愛もない感じになりそうですね。それでいいと思いますよ。きっと便りは届くだけでも嬉しいものですから。それに自分の気持ちは伝えられる時に伝えた方がいいと思います。神龍様、その通りですね。ありがとうございます。やはり手紙は送ることにしますよ。せっかくですので、神龍様のことも書いておこうと思います。私のことをですか？いかに神龍様が素晴らしい人かを弟たちにも知ってもらいたいですから。大切な仲間を家族に紹介させてください。少し恥ずかしいですが嬉しいです。ありがとうございます、ルイ。ルイ、お待たせしました。私に話とは何でしょうか？神龍様、ご足労いただきありがとうございます。あ、ルイ、紅茶飲まれますか？いえ、今は大丈夫です。それよりも話とは？いつもと様子が違いますね。ずっとそわそわしています。すみません、神龍様にこんな情けない姿お見せするはずではなかったのですが。堂々としていなければという思いとは裏腹に、手は震え、足も一歩も動かず、顔は紅潮し、汗が止まりません。何か悩みがあるのなら遠慮せずに話してください。私も力になりますから。実は僕の弟たちが、平和になったら神龍様にどうしてもお会いしたいと言ってるんです。なんだ、そんなことですか。私は構いませんよ。違うんです、ただ会いたいのではなく、その
弟たち分かってしまったみたいなんです。僕がいかに神竜様を大切に思っているかを。弟たちに書いた手紙に僕は思いのまま神竜様のことをたくさん書いてしまいました。それでそんなに大切に思っている人なら絶対にお会いしないとって返信が来て、母の形見の指輪まで一緒に送ってきたんです。これをお渡ししろって。そういうことでしたか。やはり迷惑ですよね。綺麗な指輪です。いただけるのですか。神竜様、はい、あなたに受け取ってほしいです。ありがとうございます、ルイ。家族思いなあなたはきっとパートナーも大切にしてくれるでしょうね。私からもこれを贈ります。この約束の指輪を。ありがとうございます、神竜様。僕の故郷はブドウが有名なんです。この戦いが終わったらぜひ一緒に。ご家族に会えるのも楽しみにしています。まさか思いが通じるとは思っていませんでした。あなたといる時が僕の一番の幸せですよ、神竜様。